さて、ではサンプルの準備はできましたんで、サンプル入れますけど、その前にやることあります。何をやるかと言いますと、サンプル入れる前にやることがあります。何をやることがありますかというと、一応ですね、ここに XYZ 書かれてるんですけど、これをニュートラルにするのとホルダーが正しいかどうかを確認します。なぜかと言いますと、実はこの、トラックボール、これ XYZ を動かせるんですけど、これが、資料入ってなくても動きます。で、誰かが不用意に触って、位置を動かして、で、ニュートラル、初期の状態ニュートラルに戻してない状態で入れると破損する可能性がありますね、装置を。なので、必ずステージニュートラルってボタンを押してください。ここクリックする。で、OK。そうすると、これはちゃんとゼロになります。もう最初からゼロになってますけどね。で、ちゃんとフォルダーも大丈夫かも確認してください。いっぱい選べますけど、これです。シングルチルトホルダーです。ね。で、もう一回確認のためにやります。人間ね、忘れてしまうかもしれないんで、必ず2回やった方がいいですね。で、こんな感じになります。で、ちゃんと確認すると、で、問題がないことを確認します。そしたら、次はですね、ちょっと時間をかけさせてもらいますけど、シールを入れるための準備をします。で、常にですね、真空ゲージを確認しながら入れる癖をつけてください。何でも真空のものを扱うときには真空ゲージを確認しながらやるのが基本です。で、あそこの奥に真空ゲージついてますからね、あれを見ながらやります。本当は、あ、本来はですね。で、ちゃんと手袋も締めます。不用意に触るといけないですからね。もうこれは使えなくなるんですけど、じゃあまずここは開けます。で、このところにサンプルを入れます。ホルダーを入れます。今準備してますからね。でも、このもうこれは汚くなってるんで、もう使えないですから、1回限りでもう捨ててください。これはね、もうここが本来はいろんな人に触られてて汚いんでいけないんですけど、で、これを入れますね。ここに実はくぼみがあって、ここと対応してます。これをこのまま入れます。入れてください、しっかりと。でも、ずっと放置しておいてください。で、音がしてます。うん、で、多分この音がしたらもう完全にホールドされるので手離してもいいんですけど、私は心配なので持っておきます。で、この後にここをエアーからポンプにします。これは1回引いてから上に上げるタイプになってます。あ、シューッと音がして、それとおそらく窒素を流してるんだと思います。で、ちゃんとホールドすると、窒素ね、それが機械でやってくれます。で、しっかりとその音を確認したら引いてあげます。で、それでポンプの方になります。で、これが緑になるまで待ちます。で、このまま動かさずにホールドしておきます。人によってはね、もうこれでいいと言われる、話してもいいという人もいるんですけど、忘れるといけないので、ですね、あまりにも押し込みが足らない状態の人がいたりするので、ちゃんと保持しておくということにしてます。中途半端にね、ここを入れておいて、ダメになっているので、ちゃんとしっかりとやっておきます。で、回転させないでそのまま押しておきます。
うん、でこの時絶対に回転はさせないでくださいね。そのまま押し込んでくるわけです。でこの緑のランプがついたら手を離してもいいです。でこの緑のランプがついたってことはここがある程度真空引きできてるってことです。それを確認するためにちょっと見てみましょう。ここのスペシメンと書いてあるところの値が250いくつから36とかいくつになってますね。これは真空引きがなされてこのアンペアになってるってことです。ちょっとね、あの桁三脚の保持してるんでちょっと綺麗に見せられなくて申し訳ないんですけど、そういう風になってます。でこの状態で、5分待ちます。5分待ちます。この状態で5分待ちます。5分待ちます。じゃあちょっと一旦ここで切りますね。また5分後に続きを再開します。